ねえ、ゆうきくん。教科書見せてもらえる？私忘れちゃって。いいけど。ありがとう、ゆうきくんって優しいのね。私も教科書忘れちゃった。ゆうきくん見せて。え？どれどれ？あ、ここ。この定理がよくわかんなくて。おい。私はこっちの公式がわかんないの。ちょっと南さん、私が先に見せてもらってるのよ。私だって見せてほしいもん。ずうずうしいの。そっちこそ。何よ。何よって何よ。いい加減にしろ。お、ゆうき、この問題解いてみろ。ゆうきくん、あっち。ちょっとあんたのせいよ。そんな、私だけ。やっと見つけましたわ、ミルモ様。花嫁の私を置いて人間界へ行かれてしまうなんて。でも私はどこまでも追いかけますわ。あの女性のところに住み着いているようですわね。すると私のターゲットはあの方ですわ。はあ、なんかまた失敗しちゃったよ。でも明日もゆうきくんの隣だと思うと学校が待ち遠しいな。お前さ、ゆうきのどこがいいんだ？本ばっかし読んでて愛想も可愛げもないぞ。愛は理屈じゃないよ。へえ、なに、わかったようなこと。本当だもん。私1年前に一目惚れしてからずっとゆうきくんしか見えないの。冷たくされても、もし嫌われたとしても、好きなものは好きなんだもん。どうしたの？いや、お前と同じこと言ってた女の子と思い出したんだ。女ってミルモと同じ妖精の女の子？まあな。その子もしかしてミルモのこと好きとか？まあな。へえ、どんな子どんな子？うるせえな。はあ、あの席最悪だよな。なんだこの店、通れないじゃないか。しょうがねえな。なんだよ。どうなってるんだよこれ。はあ、入ってみるか。通り抜けられるかもしれないし。いらっしゃいませ。なんか妙な店だな。これ俺が買ったのか？はあ、何やってんだか。南や日高のことといい、ろくなことがないな。なんだ？このカップに牛乳を注ぎながら念じると、妖精があなたの夢を叶えてくれます。なんだこりゃ、おまじないかよ。そんなんで夢が叶うわけ。あれ？なんであんな字が読めるんだ？夢を叶える。小説家になりたい、小説家になりたい、小説家になりたい。やっぱ騙された。クソ、こんな手に引っかかるなんて。え、もしもし。この方に鈍いのかしら。はじめまして、私リルムと申します。今日からこのお宅にお世話になりますね。よろしくお願いしますわ。なんだお前は。妖精ですわ。お世話にってまさかここに住むのか？ええ、その代わり必ず結城様のお役に立ちますわ。役に？では証拠に私の魔法をご覧に入れましょう。私は物の姿心を変化させる魔法が得意ですの。まずはあのサボテン、あれを可愛らしいチューリップに変えてみせますわ。そんなことできるのか？処方の処方ですわ。
始めますわ。とりゃ、とりゃ、とー、とりゃ、それ、とー、リル、リル、リルムルトかけによらず激しい魔法だな。やめろ。チューリップには見えないな。え、おい。ごめんなさい。実は魔法苦手なんです。力んでしまうんです。力んでたのか、あれ。私、好きな方を追って人間界へ来たのです。でも妖精には人間の家一軒につき一人という掟がありますの。私もどこか人間の家に住みたいのですが、私のような未熟者ではきっと誰もいてくれませんわ。ゆうき様、どうか私をこの家に住まわせてください。私、魔法を磨いていつかきっとお役に立ちますわ。わかったよ。うちに置いてやるよ。ゆき様、ありがとうございます。だけど母さんが見たら驚くだろうな。大丈夫です。私の姿が見えるのは妖精をマグカップで呼び出した人間だけですの。へえ、そうなのか。では私は早速愛しい方に会いに行きますが、ゆき様もどうですか。いや、俺は別に。レッツゴーですわ。おい、ここですわ。まさかな。南って名字多いし。違うかも。あの？ん？ん？これは。はいはーい。どちら様ですか？あ、ゆうきくん。よう。やっぱしこの南だったか。はあ。どうしてゆうきくんがここに？いや、その。うっそ、妖精？女の子の妖精？わあ、ミルモの女の子バージョンだ。ミルモ？イエーイ、ミルモ。ミルモ様、来るな。ミルモ様、待て。ミルモったらどうして逃げるのよ。可愛いガールフレンドが会いに来たんじゃない。何が可愛いだ。お前は何も知らねえんだ。リルムはああ見えてもな。ミルム様、会いたかったですわ。俺は会いたくなかったね。さっさと里へ帰んな。そんな。ちょっとミルム、そんな言い方ないでしょ。私たち婚約者じゃありませんか。そうだよ、婚約者じゃ。え？俺は親父たちの言う通りにはならねえぞ。だからお前とは結婚しねえ。ミルモのくせ。ミルモ様、私が嫌いなんですの。ああ、お前なんか大嫌いだね。ひどい。ミルモ様の、ミルモ様の、ミルモ様の、バカ。リルムちゃん、さっきまたって言ってたけど、
はい、実は私、生まれつきすごく腕力が強いんです。特に頭に血が上ると力の加減ができなくなってしまって。なるほど、それでミルモが逃げてたのね。ミルモ様に嫌われたくないのに、私ますます嫌われるようなことばかりよ。リルムちゃん、本当にミルモのこと好きなのね。好きな人に頑張ってアタックする気持ちか。元気出してリルムちゃん。女の子は笑顔が一番、泣いてたら可愛いのが台無しだよ。楓様、ありがとうございます。なんだか元気が出てきましたわ。ミルモは男の子だもん、あのくらいの毛がへっちゃらだよ。そうですわよね、へっちゃらですわよね。へっちゃらじゃねえよ。それにしても…ん？何？まさか、ゆうきくんがうちに来るなんて夢みたい。しかも、妖精まで連れて。俺も、こいつの仲間と住んでるのがあんただとは思わなかったよ。すっごく嬉しい。ストレートなやつだな、こっちが恥ずかしい。楓様は結城様を好いていらっしゃるのですよね。うん、実は私それを知ったからこそ結城様の家を居候先に選んだのです。え、私が楓様と結城様をくっつける。その代わり楓様が私とミルモ様をくっつける。なるほど、恋する女の子同士協力し合うってわけね。素晴らしい作戦でしょ。なんだよ。そういえば、ゆうきくんはどんな願い事をしてリルムちゃんを呼び出したの？なんでもいいだろ、別に。ゆうき様は小説家になりたいのですか？だー、ベラベラ喋るなよ、お前。あら、いいじゃありませんか。素敵。え？小説家だなんて、もうちゃんと自分の夢を持ってるんだ。すっごい。そっか、だからいつも本読んでるんだ。まあ。ゆうきくんにぴったり。なれるといいね。誰にも言うなよ、家族にも内緒だったんだからな。うん。わーい、ゆうきくんと二人だけの秘密だ。わーい、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 わーい。いいムードですわ。ゆうきくん、おはよう。よう。リルムちゃんはお留守番？ああ、どこかへ出かけるって言ってた。ミルモもうちで寝てるの、まだ体が痛いって。だろうな。なんだか結城くんとの距離が縮まった気がする。ふん。結城くん、おはよう。おっす。何すんのよ、日高さん、痛いじゃない。あなたこそ抜け駆けしないで。ミルモだのリルムだの、一体何なのよ。あ、そっか、ミルモたちは私と結城くんにしか見えないんだもんね。秘密。おい、みなみ。え、なになに？みなみ、いいな、小説家のことは日高には言うなよ。うん、わかってるよ。なんなのよ、あの二人、こそ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 気に入らない。小説家か、ゆうきくんの夢、あたしだけが知ってるんだ。そうだ、夢を叶えるために何か協力してあげられないかな。帰ったらミルモに相談してみよう。何してきた。もちろんミルモ様のお見舞いですわ。誰のせいでこうなったと思ってんだ。帰れ帰れ。そんなに暴れたらお体に触りますわ。今、包帯を変えて差し上げますわ。よけてから近寄るな。すぐ済みますわ。それ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 。さあ、ミルモ様、新しい包帯を。あら、どこにもいませんわ。ただいま。あれ、リルムちゃん、ミルモは寝てるみたいね。さっきまで起きていらっしゃいましたのに。ねえリルムちゃん。はい。
私、ゆうきくんに喜んでもらえるアイデアを思いついたんだけど、聞いてくれる？聞かせていただきますわ。じゃあ、お茶でも飲みながら話そう。はいですわ。くそ、呪ってやる。ゆうき様の夢のお手伝いを。それは素晴らしいですわ。だけど、何をしたらいいのか思いつかないんだよね。私も協力したいのですけれど、あまり難しい魔法は使えません。魔法？持つとアイデアがスラスラ浮かんでくるペンをプレゼントするってのはどう？それはナイスですわ、カエデ様。万年筆、用意できました。これでいい？はいですわ。とりゃ、とりゃ、とー、とりゃ、それ、とー、リル、リル、リル形が変わった。成功したの？かなり自信ありですわ。試しに使ってみてくださいませですわ。じゃあ早速。カエデ様、なんかこのペン持つとスラスラよりスヤスヤ。失敗ですわ。このペン持つと急に笑いが。カエデ様、急に怒りが。カエデ様、うっほ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 っ、お猿さんに。今度はセミに。もうよくわかんないものに できましたわ。ゆうきくん喜んでくれるかな。きっと喜んでくれますわ。善は急げです。早速私に行きましょう。うん。あいつら何にも分かってねえな。え？いらない、持って帰れ。どうして？そうですわ、楓様は結城様のためを思って。みなみ。はい。俺がマグカップに願いをかけたのは、受験生が神社で合格祈願をするようなもんだったんだ。そんな都合のいいペンが欲しかったわけじゃない。そんなペンで願いが叶っても俺は嬉しくない。ゆうきくん、だいたい小説のことはあんたには関係ないだろ。こういうことしないでくれ。たりめえだ。まったく何やってんだよ。調子に乗ってたんだ私。ゆきくんと距離が縮まったと勘違いして。お前も悪いんだぞリルム。魔法使う前にちゃんと考えろ。泣くのやめそんな暇あったら結城にどうやって謝るか考えろ。まあこの俺様もチョコレート10個で手伝ってやらんこともない。ミルモ、ミルモ様、しかし10個だからな。ミルモ、ありがとう。いでー。何話って？早くしろよ。やっぱりまだ怒ってる。用がないんなら帰るぜ。おい、ゆき。ん？俺たちのダンスを見ろ。見ろですわ。は？じゃあ行くぞ。せーの。妖精が踊るダンスにはいろんな力が秘められている。明日俺とリルムで怒りを鎮めるダンスを結城に見せる。そうすれば少しだけ結城の機嫌は良くなる。でもそんな怪我でダンスなんかして大丈夫？余計な心配するな。笑顔とダンスとぽよぽよほっぺは妖精の命だぜ。リルム様男らしいですわ。結城がダンスを見た時がチャンスだ。あとは楓、自分で何とかしろよ。ゆきくん、ごめんなさい。昨日のペンのこと反省してる。
でもね、ゆうきくん関係ないって言ったけど、私ゆうきくんを応援したい。ゆうきくんのこと好きだから、夢を叶えてもらいたいと思っちゃうの。あのペンはもらえない。でも気持ちはもらっとく。え？ありがとな。でもくれぐれも他のやつには言うなよな。うん、よかった。一体どういうこと？なんであの二人が急接近してるのよ。絶対絶対気に入らない。星空の下をくぐり抜け、お菓子の国へ行こうよ。どうしてそんなにね、ほっぺがぽよぽよなの。きっとね、愛がいっぱい詰まってる。妖精たちも